はい、どうも直樹です。りさです。今日はご視聴ありがとうございます。今日ですね、滋賀県にある六谷崎浜オートキャンプ場の方に、キャンプの方来ております。で、ちょっと今日めちゃめちゃなんか狭苦しいんですけどめっちゃ強風なんですよ今日。ってことでちょっと今ね、この目玉にタープがあって、この風よけにして、もうここでね今日キャンプしようかなと思ってます。多分動画撮るのは久々のキャンプかなと思います。ってことで強風の中ね、キャンプ楽しんでいきます。焚き火危ねえな今日。焚き火日和じゃないな今日。残念。はい、ということでだいぶと風が強くて、ちょっと料理もできそうになかったんで、全体的にもうこっちにバックして、ここにウールブランケット引いて、完全に何スタイルっていうの、お座敷、お座敷スタイル、お座敷なの分かる、地べた、お座敷スタイルですね、地べたスタイルで言います。この近くなんかプラネットっていうスーパーがある、大型スーパーがあるんですけど、そこめちゃくちゃいろいろ安くてな、最高やったな、何でも何でも揃う。はい、ということで今から何を焼きますか。ステーキ。ステーキ入れていい。うん、ステーキ紹介して。ステーキ紹介、何の肉か、アメリカン肉やけど、じゃーん、そう、アメリカン、美味しそうに見えるけど、まあまあまあ美味しそうやけどなスーパーで買った、一番やな。そう、これで2000円買ったよな。1300円ぐらい値段言ったかな。1300円、これ超高級肉です肉からめっちゃでかいな、やばいなこれ。いや、せーの、よいしょ。はい、ってことでじゃあお肉を食べていきます。これ味ついてたっけ。まあ塩コショウでも振らんかった。ちょっと一回そのままで食べてみます。塩コショウいるな、いるな、うん、うん、でも美味しい、思ったより柔らかいな。うん、はい、ってことで、あの後結局めちゃめちゃ風がやっぱきつなってきて、さっと食べてね、テント内撤収しました。前までこのトムッシュの一緒についてる450ミリのコップをよく使ったんですけど、まあ氷入れたりとか、まあ、夏場ですね、夏の飲み物とか飲む時やったらそっちの方が飲みやすかったんですけども、こうやっぱあったかい系の飲み物は大体まあ150から200ミリ程度の量なんで、この300がやっぱちょうどいいかなと思います。で、まあ究極トタに持っていくより200ミリのコップもちょっと悩んだんですけど、200のコップやとコーヒー一緒でなくなっちゃうかなと思って、せやな、やっぱ
300がちょうどいいかなと思います。でその450のカップにそのまま一緒にスタッキングできるんで、300だとだから今やったら750と450がセットのスタッキングとかやったんですけども、450とこの300のコップをスタッキングして持っていくことも可能かなと思って、このサイズにしました。はいはい、そのね、コーヒーとクリコがマジで合う。でもこのキャンプ場は15時までね、チェックアウト15時なんで、昼ご飯をゆっくり作って帰っても大丈夫なんですよ。で明日は多分10時ぐらいに雨は止むかなと思いますので、もう雨止んでから撤収ねしていこうかなと思います。あの全然急いでないので、まあ読書をちょっとして寝ようかなと思います。じゃあおやすみなさい。玉ねぎのいい。はい、おはようございます。現在9時3分ですね。そう。もう夜中はね、かなり暴風と大雨で、あまり寝れずに朝方ちょっと風と雨がマシになってきたんでね、ちょっと眠れました。で、今も風もだいぶマシになって、雨もね、8時頃から上がったのでね、こうやって外で、そっちの方は楽しめなかったね。いつも通りのキャンプスタイルでね、キャンプ楽しんでいきます。ということで、まあ朝は簡単にポトフと卵焼きとか作っていこうかなと思います。2個が限界やな、これ。開けちゃった。はい、朝ごはん。だいぶ完成してきましたね。スクランブルエッグと、かぼちゃと玉ねぎと、じゃがいものポトフ。で、近くのスーパーで買ったメープルパンと、なしですね。なしですね。はい。いただきます。いい感じじゃないでしょうか。もう食ったん。それでは、いただきまーす。かぼちゃのね、味がついてる。うん。美味しい。めっちゃうまいな。はい、ということで、今回のキャンプいかがだったでしょうか。今回は滋賀県琵琶湖沿いにある、むきや崎浜オートキャンプ場の方で、ふるさとね、一泊二日のキャンプでしてきました。今回はちょっとね、強風と大雨であまり動画が撮るようになかったんですけども、まあ、ちょっとでもね、楽しんでもらえたら嬉しいです。この動画が良かったと思う方は、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。寒いな。寒い。温泉。